けましておめでとうございます。拝島大師に来てます。ラポスターです。拝島大師すごいね、長蛇の列で。今私はね、これ南大門だと思うんですけど、南大門のところにいるんですけど、すごい並んでます。ここから本堂までやっぱり並ぶそうです。すごいですよ、ディズニーランドのね並びみたい。私初詣ってね、あんまりね混んでるとこ来たことないの。ものすごい、こうやってずっと並んできますよ。すごいですね、すごいです。拝島大師ではこういう風にダルマ市も開かれてるんですね。ダルマ市です。ダルマさんはね、だるまさんは一番最初に小さいのを買って願いが叶うと大きくしてくるんですよ。後ろどうなってんだろうと思って。あ、ごめんなさい、かけたかけた。なんだ、ありがとう。私泥棒かと思っちゃったよ。本堂の中は写真撮影禁止ですね。まあどこもそうですけれど、こちら本堂です。拝島大師本堂。ものすごいものすごい混んでるのね。ものすごい混みですよ。岩とかですね、こういう風に売っております。こちらおみくじね、おみくじもすごい並んでますよ。このすごいこの、ね、渋滞の中に入ってお参りでしたね。すごい並んでます。こちらがですね、拝島大師の、こちらが拝島大師の大日堂です。鐘楼は上ですね。はい、拝島大師の本堂の方はね撮影禁止だし、もうすごい人で。こちら大日堂です。お祭りされているのはもちろん大日如来さん。東京都指定有形文化財で金剛界ですね。金剛界の大日如来さんです。大柱ですね。で叩いてます。なんか大日如来さんなんですけど、見えないな。